20番は木澤、足を痛めているんですが懸命のプレーです。そして6番の熊倉、さあいい展開が見られるか、小愛知どうだ、ゴールの前狙ってきた、シュートだ、いいシュートを放ちました。しかしキーパーの前でした、寺島がっちりボールをセーブ。いいですね、ああいうシュート。そうですか、やはりあれでまたリズムっていうのもできるんでしょう ね1回のチャンスがね、はい、おっとキーパーは取れなかった、シュート決まった、6回14-5-4-5-5、そしてキーパージャンプを呼ばずそのままゴールイン。キャプテンでしょうかね、はい、先手を取ったのは4回中央工業高校、あるいは11番の松本も中にいます。飛びました、14番中川に合わせました。そして高柳ボールを入れる、そしてオーバーヘッド決まった、11番の松本豪快なシュートを決めた、ものすごいシュートが決まりました。松本4回中央工業高校2点目、かなり大きく試合しますね、はい、さあ長いスローで、さあどうだ、チャンスが打てる、ヘディングシュート、ただくぼだ、ただくぼだ、ファールを取られましたね、したか、はい、この辺のコーナーの攻めも今一つこうググッとくるような波状攻撃ありません。シュートを打ちました、おっとボールが当たった、もう一回どうだ、出られるか、これも惜しいですね、いいシュートですね、レフェリー曽川さんもちらっと時計を見ました。そしてここでホイッスル、試合終了です。三重代表の4回中央工業高校ベスト8進出を決めました。お待たせしました、私たちときめきコンビがお送りする今日の感動くんのコーナー。私たちが選んだ今日の感動くんはこの人です。山川この辺に合わせるか、あるいは11番の松本も中にいます。飛びました、14番中川に合わせました。そして高柳ボールを入れる、そしてオーバーヘッド決まった、11番の松本豪快なシュートを決めた。あのシュート狙ってたんですか。もうボール来た瞬間これしかないと思って狙いました。入った瞬間もう嬉しくて嬉しくてベンチまで行ってしまいましたね、ベンチの前まで。今日の感動くんは四日市中央工業の松本康史くんでした。オーバーヘッドキックで見事なゴール、とにかくとびっきりの感動くんでした。松本くんはチーム一の点取り屋。あさっての準々決勝は岐阜工業と対戦です。またあんなすごいシュートを見せてくださいね。